どうもみなさん、ピンクでございます。セントラルパイソンバルスの身体測定動画52ヶ月目ですね。やっていきたいなと思います。はい、だいぶ寒くなってまいりましてこの格好にも違和感がなくなってきたんではないかなと思います。はい、います。やりたいなと思います。非常に不服なんですけど、なぜか、もう最初からバリバリ戦闘態勢なんですよ、この子。なんでかわからんんですけど、なんかめっちゃやる気満々なんですけど、餌あげてるっすよ、ちゃんと。当たり前ですけどね。餌あげてますよ。なぜかめちゃんこやる気満々でちょっとこっち見られてて、ちょっとお前したもんかねっていう感じですけどね。はい。マルスさん。マルスさん。ちょっと、いいっすか？いいっすか？おい、いやいいね。今日はだってさ、凝り固まってないもんね。あら、はい、完璧。今日はなんかすごい動いてるんで、スッと入れられますね。ちょっとお腹空いてきた、もしかして。でもうんち先まだしてないですから、してからだよね。よいしょ。あんまり体がねじれるのもね、体に負担かけちゃうと思うんで、ちょっとこう出し方を最近気をつけてます。出し方を気をつけてるつもりなんですけど。はい、マルス、もうちょっと入ろうか。もうちょっと頑張れね。うい。この間掃除した時入れたじゃん。大丈夫大丈夫。いけるいける。よいしょ。よいしょ。ここのこの謎の、謎のカーブ。よし。ああ、いいですね。はい。OK! よいしょ。しはっ。あら、意外。意外ですな、これは。はい、今月重さです。ちょっと軽くなってますね。あらあら、意外ですよ。まあどうしてそう感じるのかとかいうのは戻してから喋りましょうか。たまにはこのままこう見せながらでもいいかもしれませんけども、やっぱ最近ちょっと噛まれないように気をつけてますんで申し訳ないですけども、中戻してじゃあ行きましょうかね。はい、ということでね、中戻しました。はい、横ですごい餌欲しそうにしてる子がいますけどもね、アンダウッディサウルスって言うんですけど、ちょっと画面には映らないと思いますけど、すごく餌欲しそうですね。はい、この1ヶ月ですけれども、まあ基本的に当たり前ですけれども、特に何もなかったですよ。何かこうしようとか、こうしたいなみたいなことは特になかったんで、まあそれに関しては良かったなと思っております。まあ毎度のことですよね。なんかあったら偉いことなんですよ。本当に。なんかあったら偉いことで、何もないことが、思考であると思っておりますんで、今月も無事に終えられたんじゃないかなと思ってます。すごい上まで見せてくるね。すごい上まで。ちょっと、この辺かな。ちょっと左側はちょっとあんまり見せたくないね。この1ヶ月ね、ちょっとね、軽くなってて、俺びっくりしたんですけど、あのね、この間、端っこにこう、トグロ巻いとったわけですよ。ガバッとね。巻いとったんで、それ見てた時に思ったんですけど、でかだったなって思ったんですよ。なんか。あんまり大きさも変わってなくて、止まってるつもりだったんですけど、こんなでかかったっけって冷静に思って、ちょっと成長してるんじゃねまだって思ったんですけど、重さ見てるとそうでもないですね。気のせいだったんかな、なんか。まあ、毎日見てるんでね、なかなかそういう変化ってやっぱ感じづらいんですよね。こうやって動画とかで、まとまったタイミングで見られてる方とかやと、それを感じる瞬間があるかもしれませんけども、私みたいにこうね、毎日見てると、やっぱ毎日って結構、差って分かりづらいじゃないですか。そういうとこもあるんで、正確じゃないと思うんですけど、私見た感じは、ちょっとでっかくなったんじゃねって思ったんですよ。だからちょっと期待してたんですけど、期待してたって言ったら言い方おかしいかもしれないですけど。体重大きい変化あるかなと思ったんですけど、意外とそうでもなかったですね。大した変わりはなかったということでございますけど。まあでももしかしたらね、餌自体は前からちょっと言ってみたいに、ラットの L じゃなくて、ラットの M サイズにちょっと落としてあげてます。まあ内臓の負担少しでも軽減してあげたいっていうところでございまして、まあその綺麗な尿酸じゃないんですよね。毎度言ってますけども、そんなにもう完璧やなって言えるような尿酸ではないです、この子。もう結構最初の頃から、飼い始めた当初から、そういう状態だって、まあ、ね、一部親しく指定させていただいている方とかから、まあお聞きすると、カーペットパイソン、セントラルパイソンとかには割と、こう、CB 個体で出てきている子たちで内臓が弱い、先天的に、こうってのはやっぱある一定数いるみたいですんで、まあもしかするとマルスもそういったタイプなのかもしれないなという
懸念もあって、少し消化が良くなるように、あまり負担がかかりすぎないように、だからもう限界いっぱいのサイズじゃなくて、ちょっと小ぶりめのサイズを、しっかり給餌間隔空けて与えるという感じにしてますんで、まあ、ちょっとこう軽くなる、細身になってくるっていうことは多少はあるんじゃないかなと思っております。うん、まあ、おかげさんで拒食してた、そんな面影全くないんですけどね。だいたい1ヶ月に1回ぐらい餌あげる機会はあるかなというふうに今のところ思ってますね。毎回なんですけど、絶対ケツから食べるんですよ、本当に。で、全然上手に食べれないっていうところで、最近もう、尻尾と後ろ足切ってます。1匹目あげるとき。うん。尻尾と後ろ足切って、あげて、ケツから食っても大丈夫だよね、ちょっと。やっぱね、ケツから食った時にね、障害なの尻尾なんですよ。まあ、尻尾の、その、俺から見てるとね、尻尾の生え際みたいなところから、こう思いっきりガブッといって強引に行きゃいいと思うんだけど、なんかこう尻尾の生え際からガブッといった時に、口のね、こうなってるこの横のところに尻尾がこう当たるのがすごい嫌みたいで、何回も外すんですわ。で、尻尾切って、で、ケツから食ってると、この後ろ足もすごい邪魔なんですよね。だから後ろ足も切ってで、与えてます。で、2匹目チェーンするときはもう全部、ついてる状態で与えてますけどね。チェーンしてるんで頭から簡単に食わせられるんで、与えてるんですけども。ちょっとね、下手くそやなと思いますね、作風の。まあ、今はなきですけど、コーンスネークのホロンに比べると、随分とどんくさいなと思うことが多いです。はい。まあ、それ、な感じで、来てますけどね。もうずっとそれで安定してるんで、特にもうなんか変えようかなみたいな気持ちになってるとこはほとんどないかなというふうには思います。はい。お腹空いてくっとすごくよく動いたりとか、まあ排泄近くなるとすごくよく動くっていうので、結構わかりやすいなと思います、飼ってて。今のところね。だ今もすごく動いてきてるんで、多分ね、そろそろお腹も空いてきてるし、うんちもしたくなってきてるって頃合いかなと思いますね。餌自体はだって L サイズ2匹やってた時に比べたらやっぱ絶対的な量が少なくなってるわけですから、まあそれはその分ね、早くお腹も空くでしょうという感じはします。最近ちょっと思うのが、一番最初の私これをやった時、手袋とあとそのでかいジャンパーみたいな着てるじゃないですか。で、完全にこうガードしてあげてるんですけど、よくよくね、こういうの飼ってる人見ると、手袋はしてる方多いんですけど、そういう手首とかそういうのは保護されてない方多いっすよね。割と多いですよね。手袋はしてるけどみたいなとこあって、ちょっと分かってきた。手袋だけな理由。まあ、めんどくさいのもあるんだけど、割と手袋だけでうまく扱える。手袋さえしてれば、なんか、ここら辺は噛まれても、まあ、大丈夫とは言わないです。大丈夫だよ。生態のこと考えたら噛まれないのがベストですから、大丈夫とは言わんすけど、ちょっとこう、扱いやすいというのかな。こういう風にすればいいなっていう、だいぶこう触り慣れた感じは出てきたなと思います、手袋を使っての。なんで上のそれ着なくてもいいんかなってちょっと思いはあります。ただ前に噛まれたのががっつり手首のところなんで手袋じゃガードできないんですよね。うん、まあまあそこが噛まれる可能性があるから手袋やったら大丈夫って感じで、そこを前面に出していく触り方ってのあるんかもしれませんけども、うん、根本的に触る時間、接する時間はやっぱり噛まれてからはちょっと少なくなったなと思います。ぐっと減らしたなという感じはします。うん。まあ、ちょっとね、その、さっき言ったみたいに餌のサイズ的な問題でちょっとね、若干こうお腹空き気味っていうのかな。で管理してる節があると思うので、それもあって、警戒はしてますけど。臨戦態勢の時はでもね、割と分かりますわ。やっぱ、ちょっと分かってきた。うん。俺も、言うてこのことも長い付き合いですから、臨戦態勢の時は割と分かります。今日、これを取る前、直前は、すごく戦闘態勢だったと思います。扉の前にこうカメラ準備したりとかしていてる時は、めっちゃ戦闘態勢でした。今は違いますよ。今はこう、ケージの中綺麗にされて、様子探ってる感じがするんで、そんな余裕なさそうですけど、さっきは本当にめちゃめちゃ戦闘態勢でしたね。そういうなんか感覚みたいなやっぱ分かってきたっていうのも大きいかもしれません。ああ、この子今、気ぃつけて触らへんと行かれるなとか、うん、餌かもしれへんなっていう感じがちょっと出てるな、みたいな、やっぱありますね。うん。そういう状態で不用意にグッていくと、思いっきりバクッて噛まれますね。さっきの触り方は不用意じゃなかったんかって言われそうですけど、さっきのは今のところ噛まれたことないです。ああいう触り方なら。餌の時はもっとダイレクトです。はい。そっか、大きくなったと思ったけど、そうでもなかったんだね、マルス。なんか、期待してただけにちょっと残念な感じはしますけれども、まあまあ、健康であれば私はもうそれでいいんですけどね。
前から言ってます、家にしたら新しいこうケージに変えるみたいなのは家が大体決まってきましたね、日程が。あとはまあ私がお金をしっかり貯めて、新しいケージをね用意してあげるという感じなのかなと思っております。まだちょっとそういうお見積もりとか取ったことはまだないので、いっぺんちょっと某有名な、自作ケージ屋さんとかに、ちょっとこんな感じのケージが作りたいなと思ってるんですけど、いかがかかりますでしょうかみたいな、見積もりを取らんといかんかなと思っております。はい、すげえ様子伺ってますね。もうさ、何年もさ、こうやってさ、週に2回まるっと掃除して、まあ、うんちとかしてたら別ですけど、結構まるっと掃除するの週に2回ぐらいあるんですけど、こうやってんだからさ、いい加減慣れてほしいんだけど、これはまだ慣れないみたいだね。毎回なんかもう、ここどこなんみたいな、新しいとこ来ましたみたいな感じの動きするんだよね。ちょっと可愛いなと思います。はい。ということで今回これぐらいしたいと思います。いただいてありがとうございました。またよかったらね、来月身体測定動画とか、あるいは別の動画にてお会いいたしましょう。では、お疲れ様です。